近契約していた格安シムの使用感についてまとめておこう。今回は UQ モバイルとマイネオの前来た。電子レンジマンの動画、川番が積んだもんなのだ。四国メタンですが、日々いろいろな回線を契約して使ってみているわけだけど、先月からメイン回線をマイネオに移行してみたのだ。8月は 1.5Mbps で使い放題のマイソクスタンダードを使ってみたのよね。その辺は前回の動画にまとめておりまして、今月は普通の高速通信プランであるマイキタの5ギガを契約して使ってみているのだ。最安の1ギガにはしなかったのね。まあ使用感の検証をする時点でそれなりの通信量消費が発生しそうだったからね。来月以降は1ギガかマイソク 1.5Mbps に戻してもいいかもね。同じ端末にサブ回線で楽天モバイル入れてるし。そして今月はたまにレビューした Galaxy A55 だけど、これを買うために UQ モバイルの回線を契約してたんだよね。そういえばそうだった。将来的にはポロアイを見てポボ 2.0 にでも移行させると思うけど、とりあえず契約している今のうちにしっかり検証をしておくのだ。ちなみに現在はミニミニプランを契約中。4ギガ月額2365円のプランで。というわけでマイネオ A プランや UQ モバイルの使用感について知りたい人は一応チェックしてみてほしいのだ。例によって朝、昼、夕方、夜の4回に分けてスピードテストをしてみたのだ。今回はまあ特にどっちがすごいみたいな動画としては作ってないんだけど、一応 MVNO のマイネオとキャリアのサブブランドの UQ モバイルでどのくらい差があるのかは見比べておこうか。基本的には自社回線を広く使えるサブブランドの方が強いイメージがあるわね。 MVNO 系の格安シムはキャリアから回線帯域を借りていて、回線全体を使える感じではないからどうしても混み合いやすいのだ。まあでも今回の検証だとマイネオはかなり頑張ってた感じだったんだけども、企業努力か。それではまず朝の8時台の検証結果を見てみようか。 UQ モバイルは朝8時7分時点で下り 101Mbps、 上り 22.7Mbps、 フィンが 31ms だったのだ。なるほど、さすが天下の KDDI だけあるわ。これだけ出てれば何をするにも困らないわね。 YouTube をストリーミング再生してみたけども、標準でとりあえず 480p 再生が滞りなく行われていて、最高画質の 1080p でも問題なく途中で止まることなく再生ができたのだ。ブラウザなども問題なしで非常に満足度の高い結果だったね。マイネオの前来たは下り 38.1Mbps に上り 10.5Mbps か、ピンは 88ms。 UQ は 31ms だったからそれと比べるとちょっと高いね。下り速度も落ちるけど、まあ普通に快適に使えるレベルではあるのだ。 YouTube の自動再生時は 480p で最高画質 1080p60fps でも再生は全く滞りなし。さすがのもんだわ。マイネオの方もブラウザなど含めて問題なく使えたわね。そして一番気になるお昼12時台だけども、 UQ は下り 146Mbps で上り 31.9Mbps、 フィンは 30ms で混み合いやすい時間帯なのにむしろ好成績なのだ。昼は実際の使用感をちゃんと見たいところだと思うので、使用中の動画も用意したのだ。画像の読み込みもスムーズに行えてるわね。ヤフーニュースとはいえ遅い格安シムだとここもめっちゃ長くなるわけで、普通のブログなり SNS なりにおいても特に滞りなく読み込みや書き込みなどできるかと。 YouTube も再生してみるのだ。こちらも読み込みとか短くて安定した動作な印象だわ。サムネイル画像もどんどん読み込まれていくよね。動画本編もあっという間に再生開始。なお投稿者はプレミアム会員なので CM が入らないのだ。 480p で再生開始されてるわね。通信量多いから基本的に初期画質は 480p か。ちなみに自動調整の設定にしてるのだ。 1080p に切り替えると自動的に画質が変更されるのだ。読み込みも素早くて動画の再生中に止まってしまうようなことはないね。さすがサブブランドのパワーはすごいって感じかしら。一方マイネオは速度が朝よりは落ちて、下り 9.82Mbps、 上り 33.4Mbps、 ピン 81ms なのだ。とはいえ MVNO 系のサービスでこんなに昼の速度が出てるのってかなりすごくないかしら。そうなんだよね。一昔前は下り 0.5Mbps とかが普通だった印象。ブラウザを使用してみたけど、こちらも読み込みは特に遅くはなかったのだ。まあ UQ と比べるとちょっとだけ画像の読み込みが遅れるけどもね。さすがに UQ よりはスピードテスト結果を見るにだいぶ遅く放ってるので、使用感もまあ多少の差は出るよね。とはいえ使用していてストレスになるレベルの遅さではないかな。あくまで2024年9月時点での話になるけど、格安シムって結構時期によっても快適さが変わってくるから、あくまで今回の検証時点での話になることには注意が必要ね。 YouTube も同様に検証してみたけど、まあこっちも読み込みは問題ない雰囲気だったのだ。格安シムでこれだけスムーズに読み込めるのであれば、もう何も言うことはない印象ではあるわ。
自動再生時はとりあえず 480p 画質になっておりまして、自動で 1080p60fps に切り替えてみると、まあ特に問題なくその後も再生された感じだったのだ。マイネオのマイキタもかなり頑張ってるわね。格安シムらしくないぞ。そんなわけで夕方の17時台ですが、まあ最近はこの時間帯だと極端に速度落ちる格安シムもあんまりない気はするのだ。UQ は下り 83.7Mbps、 上り 9.18Mbps、 ティンガ 28ms という相変わらずの高成績。もはや何も言うことなしって感じだわ。 480p 自動再生からの 1080p60fps に切り替えても問題なしだね。マイネオマイキタは下り 109Mbps、 上り 25.9Mbps、ピンが 79ms と、ピンはともかく上下の速度は UQ より上なのだ。もはや自動で 1080p60fps になってるわね。そして夜20時台なのだ。 UQ は下り 84mbps、 上り 30.6mbps、 ピンが 45ms だね。まあこれまでと同じように快適に使えて、例えば YouTube は 1080p60fps で再生されたのだ。そしてマイキタAプランの夜20時は下り 70.9mbps、 上り 47.4mbps、ピンが 42ms。 まあ安定の自動 480p、 自動 1080p60fps で YouTube 見られたりとか、速度でのストレスは特になかったわね。そんな感じでお昼はさすがに UQ モバイルの方が少し安定度が高かったんだけど、他の時間帯についてはどちらも非常に安定していた印象なのだ。マイキタはかなり検討してる印象。これだけ快適に使えるなら普通にメイン回線でもいけそうだわ。ただしあくまでも仙台市に住んでる投稿者の2024年9月時点での使用感であることに注意なのだ。住んでいる地域や契約するタイミングによっては結構差がある場合もあるからね。マイネオは A プラン、つまり au 回線での計測なので、ドコモ回線の D プランやソフトバンク回線の S プランはまた異なってくるかと。電子レンジマンの動画。そんなわけで UQ モバイルとマイネオ A プラン、マイキタの使用感まとめだったのだ。安定しすぎて動画としての見応えはなんか微妙だった気がする。マイネオが思ったよりかなり良いんだけど、まあ問題は料金設定の高さなんだよね。UQ モバイルが 4GB 2365円だから、まあそれよりは安いけど格安 SIM としては結構高額なのよね。マイキタは 1GB でもなお1298円かかってくるので、そうなると高速通信重視ならどうしてもポボ 2.0 とか LINE モとか楽天モバイルが視界に入ってくるのだ。悩ましい問題だわ。とはいえこの価格設定だからこそこの快適さを維持できているような気もするよね。とりあえず現時点だと快適に使える格安 SIM として検討の余地はあるとは思うのだ。マイネオは、UQ はまあ料金が高いけど安定感は抜群、こちらも安さと快適さのバランス重視ならありかしらね。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、チャンネル登録とか評価とかよろしくなのだ。レビューしてほしいガジェットの案やコメントもお気軽にどうぞ。紹介した商品のリンクは基本的に概要欄にあります。ブログやノート、サブチャンネル、SNS もあるので、興味あれば概要欄からチェックしてくれ。じゃあそういうことで、ズンダモンは公式擬人化らしい、なんかいるやつ。ズンダアローの戦士、ズンダモン。